そういうお話が来たんですか、オリジナルを作ってみないかというような、もちろんまあ、当時はまだこういう作品というかものを世の中に出せた時代だったんで、まあ、もちろんこういう作品で一つ のスポンサーがつかなきゃ成立しない話なんでね、はい、まあ、そういう一冊もこの本にも書いてるんですけども、当時やっぱり魔法シリーズっていうのは今のプリキュアじゃないけども、やっぱり東映さんが、はい、ありましたね、うん、ずっと一つのオレンジ色っぽいデザインの、一つのベーシックなものがあって、はいはい、もう一つその違うジャンルというものをなんかこう少女シリーズで、制作したいっていうような意向もあったんで、はい、それはクリーンマリーの前はミンキーモモかな、そうですね、まあ、それはうん、他のプロダクションだったんですけども、はい、まあ、次のシリーズとして、まあ、うちを指名されてしていただいて、まあ、それでもう当時はうるせえやつのスタッフの方が一番このクリーンマリーのスタッフにはまるなというので、なるほど、まあ、主だったメインスタッフはそのうるせえやつだからこう引き継いでクリーンマリーを、まあ、この、まあ、伊藤和則君のシナリオであったりとか、はい、まあ、高田さんであるとかね、はい、うん、まあ、この資料を見ますとですね、まあ、1981年の10月からまあうるせえやつらがスタートして、まあ84年までやられているんですが、まあ、それとまあ並行してもクリーミーマミが83年から、ね、スタートしてということで、なかなかこのじゃあ布川さんの中でもその、うん、まあ、人事というかいろいろご苦労もあったんじゃないですか、うん、このスタッフをこちらにと、まあ、長年この仕事をやってきてあれなんですけども、やっぱりこう一つの番組のこういい良し悪しっていうのは、はい、要するにキャスティングデータで決まるんですよ。そうです、まあ、監督、シナリオ、はい、まあ、音楽であったりとか、あと声優さんであったりとかね、はいはい、そういうこうそれはやっぱりかなり重要なキーワードで、うん、どの婦人で臨むかということですよね。まあ、それは一番楽しい仕事でもあるまあ時折外れたりなんかするけど、いやいやいや、これズバリ的中したのがね、もう先生もうこのデザインもう30年経っても色褪せないこのデザインですよ。なんかご苦労されたこととかやはりあるんですか。いや、これは生涯最高のリテイク数だったと思いますね全然元がないわけですから、はい、最初はピエロ側のプロデューサーもいて、バンダイの人もいて、で広告代理店もいてっていう中で打ち合わせしたんですけど、内容が決まってからは、まあ、伊藤さんと2人で読売広告社に何回も何回も通いまして、うん、その時に、まあ、行くとはこうしてほしい、ああしてほしいみたいな形で、もうものすごい、書き直し書き直しみたいな。いや、それをね先ほど楽屋でお話しされてたんですけれども、はい、もう先生のカバンの中からこんな30年前の国宝ですよ、もはやですね。でさあ、カメラさんがもうカメラさんが寄ってますけれどもね、足から舐めてますね、しっかりと。はい、いや、それがこの頭身がちょっともうちょっと高めだったんですよね、このうん、はい、それで、それがこの前の段階がこういう感じだったんですけど、 このくらいまでに抑えろって言われて、バッサリ線引かれてますね。この頭身はちょっと辛いなって思いながら、さっきの絵に、はい、戻しますよ。こういう風になった、はい、ちょっとでかい、でかい頭だ。こういうことですね。こういうやり取りがもういくつもあったということで、うん、まあ、ちなみにさらにめくってまいりますと、うん、いや、もうね、めくる手も緊張します。国宝ですからね。これは大友敏夫の、まあ、この前に何パターンもあったんですけど、ほぼ固まった形なんですけど、まあ、今見るとその敏夫と橘を合わせたような決定校よりはイケメン風なんだなみたいな。そうですね、はい、強気な面持ちがありますね、はい、そうですね、はい、いやね、コメントでも年を好きだったなとかね、多分
で、あの前にも決まるまで、まあ、4、5回逆さです。あ、そうですね、あの申し訳ないです。4、5回直してるんですけど、はい、これがあのマミっていう名前になる前の多分ユリアっていう名前の頃のラフだと思いますね。そうなんですか、うん、はいはい。まあ、ちなみにもう1枚、もうちょっとマミに近くなってきたのが、まあ、これ 4、5回目だと思うんですけど、それがこういうラフですね。セクシーというかちょっと元気はつらつというか、うん、まあ、ユーがちょっと乗り移ってるみたいな感じですよね。あのフェミニンなよりは、まあ、ちょっとあの活動的な面もあるというか。すごいですね、まあ、このクリーミーマミの、お話でちょっと、うん、あの聞いたところによると、髪の毛の色なんですけれども、うん、当時その色がないから自分たちで作ろうみたいなお話があったというお話をちょっと伺ったんですけど、これ本当なんですか？もともとあのタツノコプロから引き継いだカラーチャートをピエロは持ってまして、その上にさらにあの、こうニルスをやるためにあの中間色をいっぱい足してると思うんですよ。だから他のスタジオよりは色数が豊富だったんですよね。あのセルガの時代ね。セルガ、そうですね、はい、デジタルじゃないのでセルガ、ちょうどこの本の1ページ目がセルなんですね、うん、ちょっと映りますかね。それでその、うん、あのマミの髪の毛はあったんですけど、ユウの髪の色はなかったんですね。あのうるせえやつらであのラムに青緑使っちゃったんで、青緑はもう使いたくなかったんですよ、はいはいはい、でも青は青にしたくなかったんで、その中間の色をこうセル絵の具の大瓶でこう混ぜまして、じゃあこれでっていうような形で、あの決めますと、その大変なのはその決まった色をまたアニメのセル絵の具の会社に戻して、あの色ナンバーを増やして、であのそのセル絵の具で塗るっていうのはもうたくさんの下請けに出しますから、こういう小瓶に詰めて何百と、それをこう各家庭にばらまく感じなんで、まあ1色2色増やすっていうのはもう相当大変なことだったんです。いやもう家内込みだったんですよ本当に。みんなセルが1枚1枚塗って、もう1枚ずつこうあのシャッターを押して撮影してまあそんな、まあ、そういったお話がですね、まあ、こちらの本の中にもぎっしり詰まっているわけなんですけれども、今日はですね、この後後半戦はですね、ご覧になっている皆様にこちらの、まあ、目次といいますか、まあ、第1章から、まあいろいろと、まあ、第13章まであるんですけれども、その中でもサブタイトルが、まあ、いろいろありまして、そちらを、まあ、一部もうよりすぐったものをですね、皆様に見ていただいて、このお話聞きたいぞと、あ今出てますねこのお話を聞きたいぞというのをアンケートを取って、布川さんと先生にお答えいただきたいなと思っております。